写真拡大。広島 3-0 中日10日マツダスタジアム。広島は10日本拠地の中日戦に3対0で勝ち2連勝貯金を4とした。エース大瀬良が8回を6安打無失点の好投で自身4試合ぶりの11勝目8敗を挙げた。広島は3回西川の右越え16号ソロで先制。7回一死一塁ではドラフト1位ルーキー小園が右翼席に4号ツーランを放ちリードを広げた。小園の4本塁打は1950年の本田修造を上回り高卒新人では球団最多。中日は6連勝でストップ。初登板から3連勝中だったドラフト2位ルーキー梅津は7回3失点でプロ初黒星を喫した。フルカウント編集。